さあ、やってまいりました。本日も動画のお時間でございます。どうも、みなりゅうです。いいセンスだ。最近これハマってます。いいセンスだ。わかる人にはわかるでしょうけども、メタルギアですね。はい、メタルギアネタでございますが、いやー、土日が終わりましたね。今日の動画は めっちゃこう、なんだろうな、今まで、そんなに、一回だけ上げたことあるか、まあ、食に関する話題というか、食に関しての、なんかちょっと動画を撮りたいなと思ったので、はい、カメラを回しておりますがですね、まあ、今日の食っていうのは、まあ、メインディッシュではないんですよね。まあ、どちらかといえばデザートというか、まあ、おやつというか、個人的にもう、こうね、そのあるお菓子とある飲み物、この2つの組み合わせがもう俺の中で鉄板オブ鉄板なんですよ。で、こう、なんだろうな、お菓子の方が、まあ、和風のお菓子、和菓子になるのかな。で、飲み物の方は割とその洋風の飲み物ったらなんかちょっとすごい高貴な感じしますけど、まあ和か洋かっつったらもう間違いなく洋の飲み物なんですよ。まあその2つが何かというのをですね、まあこの土日頑張った自分へのささやかなご褒美として、ご紹介して食べて、この土日の疲れを癒そうかなと思っております。うっす。さあ、それは何かというと、まずお菓子の方ですね。お菓子の方、こちらです。でん。あ、控え。今日あれだな。アングル間違えたかもしれないな。はい。見えますでしょうか。これ、草大福ですね。よもぎ大福とも言うんですけど、はい、草大福、緑色の大福です。 もうね、なんかね、この草大福めっちゃ好きなんですよね。てか、なんかよもぎの風味がすごい好きなんですよ。で、よもぎの風味と中のあんこが合わさった時の絶妙なハーモニーがたまらんのですよ。はい、そう、たまらんのです。そしてこちらの、よもぎ大福に、合わさるのが、まあもちろんこちらですね。 ミルクティーでございます。もうね、この組み合わせ本当に最高なんでしょう。本当にこの和洋合わさったこの組み合わせっていうのはですね、なんとも、もうたまんないんですよね、本当に。ちょっとコップが汚れてたんで洗ってきましたが、お気に入りのムーミンのお尻とみーちゃんと砂ふきんが書いてあるコップに、こうしようか、こうか、入れてね、ねぎらいましょうよ、ね、土日の自分を。いいじゃないですか、こんなささやかな幸せがあったって。 誰も悪いなんて言ってないんですけどね。いやー、まあまあ、仕事をされてる方の中にも、それはもちろんその土日も仕事っていう方もいらっしゃるでしょうからね。まあ、土日とお仕事が終わったらですね、何かこう小さなご褒美を自分にあげてね、あげたらいいんじゃないでしょうか。ああ、うまそうだわ、相変わらず。こんな感じですね。では、いただきます。
優しい、うん、優しいわこの味。じゃあミルクティーを失礼して、生きててよかったというわけで、皆さんもね、お気に入りのお菓子と飲み物で疲れを癒そうぜっていう動画でした。またね。あ、やべ、あ、バカだ、俺はこんな動画を撮ってる場合じゃない、月間 MVP を撮るんだった。あ、バカ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 。でもまあ、月間 MVP はちょっとちゃんとした体制というかで撮りたいので、あさって必ず上げます、月間 MVP の動画なので、はい、またいいセンスだ。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして素敵なイラストを描いていただいた矢倉ゆずるさんの情報もこちらに明記しておりますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。